ビレンドルフのビーナスビレンドルフのビーナスは、戦士時代の肖像。ビレンドルフの女としても知られる。女性の姿をかたどった、高さ11.1センチメートルのスティアトパイグス、型肖像で、ウィン自然史博物館の収集品の一部である。1908年に、オーストリアのビレンドルフ近くの旧石器時代の遺跡で、同国出身の考古学者、ヨーゼフ・ソンバーティが発見した。 この肖像は、その地方では産出しないウーライトを彫刻して作られており、また大社で染められていた。1990年時点における遺跡の創除に関する再分析においては、全22000年から2万年に彫刻されたと推定された。肖像の起源や制作方法、文化的身などについては、ほとんど知られていない。この像の発見と命名以降、 いくつかの類似した肖像やその他の形の美術品が発見されている。これらはまとめてビーナス肖像と呼ばれている。この肖像は写実的な肖像というより、むしろ理想化された女性の姿を表している。像のジョイン、チブサ、膨張した腹部は非常に顕著であり、多産、豊丁との密接な関係を示唆している。小さな腕はチブサの上でまとまっており、 像には明瞭な顔面がない。頭部は、組紐の巻いたものや、目、頭飾りの一種と考えられるもので覆われている。ビーナスというあだ名は、肥満体とも言える。この勝率像を古典的なビーナス女神のイメージと比較させずに置かないが、現代の分析では、異論が生まれている。こういう勝率像を皮肉にも、ビーナスと名付けるのは、未開社会についての、女性についての、 あるいは美意識についての現代におけるある種の過程にぴったりと合うのだとクリストファー・ウィットコムは指摘している。同時にまた、この像を旧石器時代の古ヨーロッパ文化の地母神に同定することに対する専門的見地からの異論もある。ある専門家は、像が太っているのは、資料最終社会におけるこの女性の高い地位を表すものだと述べ、また、像が明らかな多産。 工上に加えて安全と成功の象徴であった可能性を示唆している。立像の足は自立して立っていられるような形には作られていない。このため、像は単に眺めるためではなく、むしろ携える目的で作られたと想像されている。ある考古学者は、この像は太子母神の製造というより、単なる幸運のお守りだと言っている。ありがとうございます。